皆さんこんにちは。あなたのくるくるくるが今日もマリオメーカーをお届けしていくよ。今回はいいねランキングの国内とても難しいから超シンプル流れるようなスピードランその3ライダーさんクリア率 1.78% のベストクリアタイム 9.78 ぐらい10秒スピードランなのかな。それでこのタイムってことはまた苦戦するんだろうな多分な。さて遊んでいくよ。ここは3段ジャンプだったね。いやコースの様子を把握していこう。このピンスイッチはどこで使うんだって。もうこれ完全に積んでるやつ。はい、タイムアップ。3段ジャンプからのピンスイッチを踏んで、ここは上に行くのが正解っぽいかな。くるくるくる、はい、こうでしょ。あそこのパウを叩けばブラックパックンが消えるから、それで上に上がっていくんだと思う。はい、赤コインを叩けない。くるくるくる、こうでしょう。はい、ヒップドロップはまあいいとして、ん、さあどういうタイミングで行けばよかったんだ。多分今のは流れるように行ってなかったからダメなんだろうな。くるくるくる、こうやって、はい、ヒップドロップ。おい、ここの赤コインの取り方がわからないけど、まだ取るべきタイミングではないということ。くるくるくる、おい、オッケー、届けるし、今度は普通に降りてってみようか。これでいいのかな。はい、お邪魔します。今ちょっと詰まっちゃったけども、これで鍵を取ってゴールでいいのかな。頑張るよ。ここはヒップドロップとかはしない。はい、で流れに任せて、身を任せて P スイッチにお邪魔します。ここ2周目戻ってきた時は音符で弾かれたら間に合わないわ。くるくるくる、はい、落ちるよ。弾かれてメットをかぶって、ここは壁キックで P スイッチのドアにお邪魔しましょう。で音符のちょっと手前でジャンプ、そしたら間に合わない。ここはヒップドロップかな。くるくるくる、ここはやっぱりヒップドロップ。 OK、 でここ一発で入っていって、ここです。はい、お邪魔します。残り1秒だけど間に合え、うっそー、今の良くないクリアで。やっぱりスター取れないとダメか。今回はこれでどう。これで早いでしょ。早いよね。オッケー、ギリギリでいけたぞ。9秒999とかそのぐらいじゃない。本当に苦戦させられたわ。こんなに苦戦すると思わなかった。 1% 以上あるんですよこのコース。超シンプル流れるようなスピードランその3、いいね。9秒952か、思ったよりはでも早かった。ライダーさんのコースでした。ありがとうございます。次のコースを遊んでいける。はい、お次はこちらのコースを遊んでみましょう。いいねランキングの国内難しいの第1位、一発マリオ、落下中の3G。制作者さんお名前が読めません。はい、すいません。これは、どういうこと？どうすればいいのやら？普通に落ちてっていいのかな？はい。ダメだよね。あの P スイッチをどっかで踏んでもらわないとダメなんだよね。こうか。壁ずりしないようにテレサを動かせばいいのか。いや、これ難しいな。壁に手が触っちゃう。オッケー、入れた。ゴール。いや、これシンプルだけど結構難しくて面白いわ。結構ね、黙り込んでやってしまう感じのコース。実況向けじゃない。いや、
ポチッと、本当にポチッとだけ左を押さないと、壁に手をついて、上から落ちてくるブラックパックに当たっちゃうんですよ。面白かったわ。ありがとうございます。一発マリオ落下中の3時、次のコース、遊んでいくで。はい、お次のコースはこちら、遊んでいきたいと思います。クッパ城で花火大会開催中、スピードラン、量産、音量注意ということなんで、皆さん、お気をつけくださいね。まあ、難しいに入ってるスピードランなんでクリアすることはできると思う。問題は耳が持つかどうか。油断してるとスタートでやられますよ、皆さん。いいかい？くるくるく。ここ難しいわ。足場が狭い。くるくるくる。オッケー、ブラックパックも倒せたけど、ここで詰まっていく感じ。この音符苦手なんだよ。おお、はい、壁ずりしちゃってるな。あんまりよろしくないな。これでいい。はい、次はブラックパックを投げて、ブラックパックを投げる。ブラックパックを投げられないよ。何を言ってるんだ。くるくるくる、スピンからのからの、はいはい、畜生めー。ほい、今度こそちょっとは先まで進みたい。いくよ、好きです。いくよ、苦手。あ、壊られた。よかった。本当はね、苦手っていうのはここで使うべき言葉ではないんだけどね。うみなぎママさん、ごめんなさい。でも本当に苦手なのを許して。 OK、 いいんじゃない。今度はガリガリをかぶったまま来られたよ。次、しゃがむ。はい、あ、こっちか。はい、お邪魔します。今どこにいるのか分かんなくなった。ファイヤー、ファイヤー、オッケー。で、次は、はい、分かんないって。次どっち行けばいいのか。畜生め、なーに、なーに、なーに、三段ジャンプ分からないって。だからなんか今日悪態ばっかりついてるぞ。くるくるくる、やばいよ、これじゃチャンネル登録者さん減っちゃうよ。ただでさえ少ない大切な方たちなのに。よいしょ、苦手。はいはい、入るよ。ここ要注意、ここ。オッケー、次なんだっけ。ファイヤーを取ってしゃがむ。はい、ここ気持ちよく入れたらいいんだけど、気持ちよくは入りなそうかな。はい、オッケー。リップドロップしてからの壁キック。はい、で3段ジャンプでしょ。無理だって。ゴリ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 大正義。残り12秒、11秒に近いか。間に合ってください、お願いします。もうやりたくないです。はい、走って走って走って、ゴール。どっかにスターが隠されていったのかな。ふふー、よかった。くるくるくるとゆいちゃんの合言葉、ゴリゴリは大正義。皆さん覚えてね。クッパ城で花火大会開催中、スピードラン、りょうさんのコース、ありがとうございます。お待たせいたしました。今日のラストはこちら、和洋さん逃げ切れ、クリア率約 5% ですね。早速挑戦していきましょう。どんなコースなんでしょうね。サムネで上からバネが落ちてくれるのが見えたんで、とりあえずそのバネで使っちゃダメっぽいかな。さあどうしようかね。これはでも一発大ジャンプでクリボンまで行かないとダメかな。おい、いや無理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 、そんなの無理。ということはまず左に避けてみるか。はい、これで落ち着いて、あ、靴が欲しい、靴が欲しい、靴、靴、あー、靴、諦めた。よいしょ、あの靴があればデテレ様で来るのかよ。あ、なんか、なんか、なんか、今のラッキー。よいしょ、逃げ切ってる。あ、でももう食らった。ジュゲム、ジュゲム、お前の雲よこせ。アミーボー、くそー、どうしようか。おい、
が欲しい。靴、靴。畜生めー。靴諦めるかな。こちらの方はどなた？はじめまして、こんにちは。くるくるくるのマリオメーカーだよ。ゆっくりしていってね。次、アミーボ、早く来て。お前はお呼びじゃないんだよ、畜生め。おっしゃ、靴履けた。これは大きい。あ、でも重くなっちゃった。まあ、いいか。おかげでゴリゴリができる。ゴリ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 、いいんじゃない？はい。嘘だろ、畜生め。もうあそこまで行けたから次は大丈夫でしょう。クツクツ、オッケー。スプラトゥーン、スプラトゥーン、スプラトゥーン2、そろそろ発売ですね。7月の20何日かでしたっけ。私は遊んだことないんですけど、楽しみにしてる方は結構多いみたいなんで、またこれで実況会が盛り上がるのかな。靴ー、ミュウツーだ。ミュウツーの逆襲、やっぱりあれがナンバーワン。タン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 。ね、あの歌も良かったですよね。ミュウツーの逆襲、映画館では見てないんだけど一度は見てみたかったな。これで完全クリア。いくよいくよ、せーの、ゴール。ところで今の最後のアビームはどなた？よし、これで今日は終わりかな。逃げ切れ、和洋さん。ベストクリアタイム16秒。早いな。今も結構急いでいったと思うんだけど、最後は、まあ、ゆっくりしちゃったけどね。よし、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録皆さんよろしければぜひしていってください。コース募集してるんで、ツイッターでもコメント欄でもどんどんお寄せくださいね。それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる。バイバーイ。